路線図。路線図とは、鉄道、バスや道路、送電線等の路線、施設、停留所等の接続、配置関係を相対的に示した図表である。ここでは、鉄道、路線バスのものを中心に表述する。路線を表す線と停留所、鉄道駅を表す点に記号化されて表現される。路線図は、路線と路線にある駅の順序を視覚的に伝える。 性格を持ち、方向や距離などは大まかで、地理を正確に表現することが大目的ではない。地理的正確性よりも、路線上の相対的な駅の位置や、路線の接続関係が優先される。駅や停留所を表す点は、起点や終点、接続点などでは、点を大きくして強調されることがある。また、路線についても、各路線で、 線色や線種が区別されていることが多く、路線名称については、線上、またはその近くに直接あるいは引き出し線で復帰される。取扱班以外の路線の接続については、主題の路線より、線の太さ、色などを弱めて表現することが多い。案内する性格であることから、鉄道や路線バスの場合、駅や停留所、バスターミナルや車内に掲出される。 事業者や路線によっては、旅客に対し印刷した図を配布したり、販売されることもある。また、時刻表に合わせて掲載されることもある。早々期のものは、地図上に路線を描いただけに過ぎなかったが、ヘンリー・ベックが1931年に考案した一度は却下されたものの、翌年の最低案で採用となり1933年から使用されたロンドン地鉄路線図。 チューブマップは路線を水平方向、垂直方向、または45度の傾きの直線で描き、駅は実際の駅間距離を無視して均等に表現、乗り換え駅は白い四角とした。これが現在よく見られる鉄道路線図の最初の例だと考えられており、世界中の路線図のデザインに影響を与えた。鉄道路線は航空路線などと異なり、 起点から終点までの間にいくつもの駅が存在し、鉄道の発達とともに路線が網のように広がって複雑化する。路線と駅のみを単純化した線の図を作成、掲示、配布することにより、旅客などは目的の駅と通る路線、そこまでの経路、乗り換え地点を把握することができるものである。従って駅構内の配線、勾配などは無視され、 基本的に一つの路線は一本の線、一つの駅は一つの点、記号で表現される。駅の点、記号の横に当該駅名を付する。路線の分岐は駅の点、または線の途中から線を枝分かれさせて表現する。駅と駅の間の距離などの縮尺は無視されることが多く、一部に地図式の路線図も存在するが、正確な縮尺に基づくものは、 案内掲示のものとしては少数派である。路線を表す線は、事業者、路線、区間などで色分けすることがある。図によっては、単線区間を、細線、複線区間を、太線で表すなどの工夫もある。橋梁、トンネルなどは、基本的には省かれるが、特徴のある橋梁やトンネル、青函トンネルなどは記載することがある。なお、列車。 列車種別の停車駅を線で表したものは、停車駅案内図などと呼ばれ、競技の路線図ではないが、路線図から派生したものとみられる。また、路線図に、駅の記号を数種類設けたり、一路線であっても、種別ごとに2本以上の線を引くなどして、停車駅の違いを表した、路線図もある。地下鉄などで、各路線ごとに運行系統が独立している場合、 列車が運行する一路線のみ記載した路線図もある。これらは主として駅や車内に掲示される。路線の交差は駅名のそばに乗り換え路線名を記すことで案内する。路線バスについては一つの運行系統につき一本の線で表現する系統図がある。系統ごとに色分けして表現することが基本型となっている。この方式は 運行系統ごとに把握できる利点がある一方で、一つ一つの系統を独立した線で表現するため、ターミナル周辺など複数系統の重複区間では、便数に関わらず、線の束が太くなり、視認性が下しがちな欠点を持つ。その場合、次の処理を行うことがある。このか、地図の道路上に線を引き、路線、停留所を表した路線図もあり、こちらは、 ベースとなっている地図については、縮尺が正確である。これも、また系統が多いと道路の枠内に収まりきらないという悩みを持つ。最も多い掲出場所は、鉄道の場合駅のコンコースと列車内である。地下駅の壁面に、大人の背丈くらいの大きな路線図が掲出されている、事例からホーム上における、駅名標サイズの看板、さらに出冊口用に、 A3 以下のものももまで、で大小様々である。る運賃表が、路線図式になっている例も多い。例多東京の地下鉄では、ホーム入り口に路線別の路線図を掲げ識別標識として使用している。東京検査用手の東日本旅客鉄道では、地域全体の自社路線図を列車内、ターミナル駅の改札内に掲出している一方、改札外には形出しない場合が多く、 湖駅では、路線別の路線図を掲出している。バスの場合は、バスターミナルである。小規模停留所では掲出されない事例が非常に多い。バスの場合、大きな都市などでは、運行系統、停留所数が多すぎて、情報型に陥り正確に路線を網羅する子が、帰って理解を妨げる、可能性があるため、方面、発着場、事業者ごとの抜粋版になっていたり、 そもそも旅客向けには作成されていない場合もある。多くの都市の地下鉄では、路線図のみを印刷した紙を無料で配布していることが多いが、郊外、長距離鉄道ではあまり例がなく、それらについては、有料の書籍に掲載されている場合が多い。鉄道事業者やバス事業者、それに準ずる機関を含むが、編集、監修、または発行する。 出版物において路線図を掲載していることがある。最も多いのは列車時刻表の書籍である。民営鉄道各社が競合する日本においては自社時刻表において基本的に自社路線のみを記載するか自社路線を強調して記載していることが多い。地域内すべての鉄道路線を網羅したものは対外鉄道事業者以外の組織が制作している。日本の市販手帳の多くには 国内各都市の地下鉄路線図が掲載されている。一方、コンピュータソフトや Web 上においては少し事情が異なる。21世紀以降は、Web 上の公共交通機関案内サイトに路線図が存在する事例が急増しているが、これらのサイトは列車やバスの時刻、経路検索を主としており、路線図そのものが情報の主役となるのではなく、 GUI を活かした作品となっている例が多い。日本の自動車道事業規則における路線図は同規則5条において縮尺5万分の1以上の平面図とされ、路線の距離、主要構造物、橋、トンネル、道路、線路との交差位置などの図紙が要件としてあられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。